はいどうもニーですということでですね今回は2024年一発目のはい最強上位対勝率ランキングトップ はい、こちらをですね、やっていきたいと思います。新環境になって初になってくるので、いや、これ、どのキャラクターがトップ10外になってきたのか、これ、皆さんお分かりですかいや、この中からね、もう数多いキャラクターがトップ10外になっております。はい、まあ、なんで、楽しんで最後まで聞いてってください。なんでお前出てきてんはい、それではですね、早速やっていきたいと思います。今回のハイある第10位、2キャラクターいます。 まず1人目はこのキャラクター。ロンメルの構えたち白馬になってきます。使用率はかなり低いもののえ、今回えトップ。 な、セブンかなトップセブンまでの使用率が高すぎて、本当に、ま、使用率は少ないんですけども、今回、ギリギリトップ10にランクインしたのが白馬。いや、めちゃくちゃ評価上がったよね、このキャラクター。A3 とヤマトに強すぎる。なおかつ、ド泥も枯れる。そして、おりんも入れるから、めちゃくちゃ頑張れるっていうね。はい。まあ、特にね、ゾロシャンが少なくなったっていうのが、この白馬の、もう、こう、革命が起きてきましたよね。はい。なんで、今回、 2人目はまず白馬になってきますそして流行る第10位の2人目がこのキャラクター エンマゾロですね。めちゃくちゃ減ったね。うん、もう白馬と同じぐらいしか今見かけないぐらいめちゃくちゃ減ってしまった。うん、まあ、ただ単純にエースヤマトのアタッカーで十分じゃんと。てか、エースヤマトが、まあ、ドロも見れるし、ニカも倒せれるし、オリンも倒せれるし、他のゲッターも見れるしっていうことで、まあ、ゾロね、ええー、と、まあ、器用貧乏なキャラクターではあるんですけども、はい、ええー、と、まあ、エースヤマトでいいやんっていう感じでね、えー、もう使われなく なってしまった,ただ環境では全然やれるキャラクターなので、はいえまあ、次の、ね、え新環境、まあ、1月24日以降の新調フェスが出た時に再度え使用率アップ期待していきましょうさあ続いては第9位です今のところ皆さん予想は当たってるでしょうか第9位はこのキャラクター フィルムレッドの歌ちゃんですね。はい。すげえね。<laughs> 普通にすごいよね。もうだってこれ、一昨年出たキャラクターだからね。一昨年出たキャラクターがまた、新環境のキャラにもめちゃくちゃ強いっていうね。はい。もう歌歌かけてしまえば、まあこの世すべて終わらすことができるのがこのキャラクターになっております。はい。まあ今の環境でもね、めちゃくちゃ本当に強いですね。で、やっぱりね、裏の対処とかね、え、機動力がめっちゃ高いので、えすぐにね、 に行けたりりすするっていうのののもこのキャラクターのメリットではあります、はい、ただね、やっぱりね、えー、A 3とヤマトが来ても A 3んとヤマトがちょっとアタッカー内でちょっとね、頭一つ二つちょっと出てしまってるので、えっ、ー、と、まあ、使用頻度はですね、かなり低めになっております。<laughs> 続いて第8位です。第8位はこのキャラクター。 鬼ヶ島内ち入り、フランキーになってきます。使用率はですね、えー、正直9位、10位とそんなに変わりないんですね。はい、ただし、えっ、ー、と、今回ね、え、若干、 ですががフランキーの使用率上がっております、うんまあ、普通にあの、エースヤマトが赤なので、その組み合わせとして、フランキー、そしてキングの評価も、えー、ちょっとね、えー、上がってきてるっていう感じですね。まあ、そんな中でも、えー、フランキー,、えー、今回なんとですね、第8位にランクインすることができて、まあ、えー、と、全シーズンよりかは上がってますね。はい。ってなわけで、今回、鬼ヶ島う,うちに、フランキーがなんと8位にランクインです。 はい。そして続いてはですね、第7位の発表になってきます。第7位はこのキャラクター。シャーロット・クラッカーですね。今シーズン、いや、新環境で一番評価が上がったキャラクターになってきます。エースヤマト使ってて、このキャラクターが一番嫌ですめちゃくちゃ強い。そして俺に対してもかなり強いキャラクターになってると。うん、ただね、個人的にね、 えー、まあやっぱ木泥とかをね見ていくのがやっぱしんどいよねカチカチになっていくとですねマジでダメージ入っていかないのでまあそこがちょっとクラッカーの難点ではあるんですけども十分見れるキャラクターが多いので今回で、ね、第7位に、えー、ランクインしておりますはい続いてはですね第6位の発表です第6位はこのキャラクター おりんちゃんですね。はい。えー、まあ、使用率の方で言うと、下がりましたね。うん、全シーズンズよりも下がった。まあ、この理由としては、えっ、ー、と、エースヤマトが出てきて、クラッカーの評価が上がってきた。そして、なおかつ、白馬の評価も上がってしまったからっていうところですね。うん。まあ、ただね、えっ、ー、と、おりんの守りやすさは、えー、変わってないかな。ただ、やっぱり、今までみたいに、えっ、ー、と、全環境より、え、長く生きていけれるかって言ったら、ちょっとそこはね、えー、変わってきたのかなと。 ふうに思いますただしやっぱりねこのキャラクターうんやっぱりねパーティーえチームの4人のうち1人はですね超過キャラのおりん2かがいてくれると非常に守ってる側めちゃくちゃやりやすいですねはい学んでやっぱり超過キャラってめちゃ大切ってなわけで今回第6位がおりんでした続いては第5位の発表です第5位はこのキャラクターキングですねいやっす すっごいこのキャラクター。出た時は環境変えて、そしてですね、未だに生きてる。そして使用率がなんとトップ5に入っているっていうね。やっぱりバウンティーラッシュってゲッタってめちゃくちゃ。 めっちゃ長生きするね。うん、強いゲッター、ほんと長生きします。はい。てなわけでですね、今回、キング。まあ、環境はね、まあ、すぐ倒されてしまうかもしんないんですけども、やっぱりね、敵虫ダッシュと、あとやっぱり高速移動だよね。うん、これがやっぱりね、今、ぶっ刺さり。うん、まあ、やっぱり A3 とヤマトってね、通常移動の、えー、遅さもあるし、んで、まあ、えー、ま、ヤマトでね、瞬間移動で飛んでいけばすぐなんですけども、なかったらね、えっ、ー、と、結構辛いとかもあるし、んで 通常で剥がすのがね、えー、しんどいからね永ヤマトはうんまあそんな中キング今の新環境でもぶっ刺さりキャラでございますってなわけで第5位がキング続いては第4位の発表になってきます第4位はこのキャラクター モンキーディールフィ2課でございます。まあ、使用率の方はもちろんやっぱり下がりますよね。まあ、ただ下がったのは1個だけになってきます。今の環境では最強ディフェンダー格になってくるので、うーんまあ、2カ使ってみたんですけどもね、A さんの山と確かにね、えー、きついっちゃきついんですけども、しっかりとね、カウンターをうまいこと利用すること、あとはですね、スキル一応高回転で回すことによって、えーとね、足止めをしたりとか、はい、味方に倒してもらうことができるんで、まあ、使い 方でさらなる、えー、上を目指せるんではないかなと思うキャラクターですね、うん、でやっぱりね超過、うん、これがね本当にねありがたいさっきのオリンの時にも言ったけどこの超過があるからこそ余裕を持って守っていけるっていう感じですねいや本当まだまだニカ頑張ってほしいですはいてなわけで第4位がニか。続いては第3位の発表です第3位はこのキャラクター 神獣街道ですね。やはりこのキャラクター強し、そしてゲット。 やっぱりこのキャラクターがやっぱりバウンティ強しということで、環境で、まあ、めちゃくちゃ使用率変わんなかったね、このキャラクター。うーん、やっぱりニカウラとかね、あとはですね、木戸の裏とか、A さんとヤマトの裏にカイドウ使われてる方もいましたね。うん、で、やっぱりこのキャラクターねえ、攻撃力がかなり強いっていうのと、あとはやっぱりこの最速のこの裏取りよ。うん、結局これ怖いもんね。うん。で、特に今の A さんとヤマト、やっぱその裏への対処、移動が遅 遅いのでもうこれで移動することによってもう抜いてしまうとはいいうことができる、まあ、最強ゲッターの一人ですね、はい、使用率はですね本当に変わらず、えー、新環境でも頑張っております第3位はカイドさあそして2024年一発目の使用率ランキングトップ1トップ2の発表になってきますはいトップ2どっちだと思いますか トップ2はこっちエースヤマトですね。はい。いや、これぶっちゃけね、カウントしてたら、マジで僅差。マジで僅差です。で、メインの使用率、メインを気取メインをエースヤマトって考えたときに、1位どっちかっていうと、エースヤマトでした。はい。まあ、なんで実質1位ですね。はい。まあ、てな感じになっております。いや、このキャラクターね、使えば使うほど強さがやっぱり 強すぎる、このキャラクター。マジで今の環境めっちゃ面白い。ただ、怖いのがですね、今までエース、そうですね、過去に出てきたエースがいるんですけども、 絶対に次の新キャラ、超フェスに潰されるっていう、このジンクス、これが怖いんだよ。うーん、このジンクスをね、もしかしたらこのヤマトが、えー、しっかりと、いや、僕がまか、守るよ言ってね、守ってくれるかもしれないんですけども、いや、本当にこれが怖い。今までの運営の出し方で言うと、えっ、ー、とね、すぐ殺されてしまうのがこのエースなんですけども、今の活躍はね、マジで環境最強って言ってもいいぐらい、マジで強いキャラクターです。 そして、流行る第一位に輝いたのはこのキャラクター。キッドローですね。いや、すごいね。うん、まあ、キッドローはまあ、1位。まあ、玄関最強キャラクターとしてね、今頑張ってるんですけども。うん、まあ、やっぱ A3 の山とね。 見らられたらやっっぱちょっとめんどくさいよね、うん、今までの、ね、ゾロとかは、まあえーと、なんとか頑張ってこれたんだけど、A さんの山と見られたらちょっと気泥目線めちゃくちゃ嫌だ。うん、使っててめちゃ重い。うんまあ、ただしね、やっぱりね、バウンティーラッシュ、まあ、今回ね、かなり口酸っぱく言ってるんですけども、はい、そうです。 タガパウンティラッシュめちゃくちゃ強いんですよ。はい。まあ、なんでね、キッドロー、まあ、年内もね、えー、トップ10俺ずっと行き続けるんじゃないかなと、えー、まあ、個人的には思います。はい。てなわけで、今回2024年の、はい、使用率ランキングこんな感じでしたけど、皆さん当たったでしょうかま、ぜひともね、皆さんコメントいろいろお待ちしております。てなわけで、バイバイ。